理事長。どうもありがとう。もうそろそろ頑張って動かないと。寝たきりになっちゃう。ええ。ごめんなさいね。心配かけて。カードどうもありがとう。嬉しかった。ありがとう。何してんだ？え？ちょっと汚れてるから掃除を。ほっとけ、いいから座ってろ。もう大丈夫よ。ほら、元気。座れったら、みんなも美穂にばっかりやらせとくんじゃない。早く、大丈夫だってば。ほら美穂、座って。本当にもう大丈夫なのよ。熱も下がったし、咳も出なくなったし。こんにちは。この辺には生えてないのかな。猛毒のトリカブトはとっても綺麗よ。葉っぱなんて天の証拠にそっくりなのよね。お腹の薬にしようと思って間違って煎じて飲んだら大変。音質にダチュラあるね。エーゼルトランペット、あれも毒。スズランを忘れちゃいけないわ。出しておいた水を飲んだだけで死んじゃう。もちろんキノコもいろいろあるし。そうよ、園芸好きな女の子を怒らせない方がいいわよ。裏切ったらスズランの水で殺されちゃうかも。誰も死因わからないね。もうちょっとマシな言い訳ぐらい考えつかないかしらね。Thank you.
暑いと思うから暑い。要は気持ちの持ちようだな。寄るな。不快指数が上がる。どうやらただごとではなさそうだな。ルーパス、おかしい、何かあった？ルーパス、あと追いましょう。幸い発見が早かったから大事には至らなかったか。お手柄だったな。そうか、わかったぞ。まだわからないのか。つまりこのペットボトルの中に入った水に太陽の光が当たり、中の水がレンズの役割をし、この飼育袋に焦点を結ぶ。すると火がつくというわけだ。ルーパス、水をこぼして。大したもんだな。誰かさんにだいぶ賢いよ。
勝手に入って大丈夫？落ち着く。そうね。理事長も一緒に振る舞ろう。体温まる。そう。みんなきっと心配してる。でも屋根があって火があって友達がいる。よかったよ。神様しか作れない。さっきは流れたよ。ほらね。みんな心配してる。怖いね。早く電話しよう。うかつすぎるぞ理事長。夏休みで居残り組が少なかったからまだごまかしようがあったが、今度こんなことがあったらもみ消せ。どうやら私よりもこいつの方がお前たちのことを心配していたようだな。ルーファス、そんなに怒らないで。心配かけたの謝るから。面白い場所見つけたの。今度ルーファに連れてってあげるよ。ね、理事長。
早子、そういう言い方ないんじゃないの？だったら、美穂はどういう言い方なら好むんだ？もう、二人ともいい加減にしなってば。あ、理事長。美穂と寮長がね、喧嘩してて、でかいってよくわかんないんだけど、最初は些細なことだったみたいよ。自分の次元にまで二人を引きずらないでよ。そこまで貧相じゃないけど、そんなとこみたい。とにかく理事長があんまりしゃしゃり出ない方がいいと思うけど。どっちの味方するつもりよ。できないでしょ。理事長って立場上どっちの味方もできないんだから、黙っとくの。いい？別に、つまんないこと。本当につまんないことなの。ごめんなさい。でも、本当に些細なことなの。自分でも、どうしてこんなに意地になってるのかわかんなくて。わかってるんだけど、自分から謝ればすぐに済むことなんだけど。
かや子から、だから言った通りだろうみたいなお説教されると、なんだかカチンとくるの。頭では謝らなきゃって思ってる。でも、気持ちがついていかないの。だから、しばらくほっといてくれる？あんたか、何か用か？悪いが、あんたの無駄なおしゃべりに付き合う気分じゃないんだ。あんたには関係ないだろ。分かってる。二度目なんだから分かってる。もうほっといてくれ。これは私と美穂との問題なんだ。あんたに口出しされたくない。ああ、院長と寮長の喧嘩のことですか？学校中その話で持ちきりですからね。つまんないおひらまでついてるし。ほっときゃいいんです。じゃあどうするつもりです？喧嘩は良くないから仲直りしなさいとでも言うんですか？それこそ子供の喧嘩になっちゃうでしょ？心ゆくまで喧嘩させればいいんです。いいからいいから、あの二人だって初めて喧嘩するわけじゃないし。それでも気になるんなら本人たちから話を聞いてみたらどうです？理事長、私なんでこんなに意地っ張りなんだろう。一言かや子に謝れば済むのに、かや子から逃げてる。喧嘩の原因なんて忘れちゃったくらいくだらないことなの。なのにどうしてなんだろう。私こんなことばっかり。素直にならなきゃいけない時に意固地になって、いつも後悔してる。こんな自分、すっごく嫌なのに。うん。そう、かな。このとこに行ってくる。話聞いてくれてどうもありがとう。
理事長、美穂から聞いたよ。すごいじゃん。見直したよ。円満解決。マジですごいね。だからすごいんだって。1年の時は食堂で大声出して喧嘩して1週間口きかなかったもん。寒いなんてもんじゃないわよ。こんな小さなとこに閉じ込められてるからこっちは逃げ出せなくて。当時の委員長が間に入ってちょ、それがきっかけで2人は仲良しになったし、美穂はその委員長をすっごく尊敬してね。あ、その先輩今年結婚しちゃったけど。2人が？あの二人は人間なの。それもまだ高校3年生なんだよ。喧嘩したり慌てたりする方が普通なんだから。理事長だけじゃないよ、みんなも同じ。いい機会だったんじゃないの。二人は神様なんかじゃなくてごく普通の女の子だって分かったでしょ。寮長の目覚まし時計を美穂が勝手に止めたのが原因だから、美穂としては親切で止めて後で起こそうとしたらしいんだけど、髪をいじってる間に忘れちゃって。そうだよ、